な、あの、りょう、りょうとか言ってました。え、あ、うん。ひょっとして、秋山りょうさんじゃないですか。そうだけど。やっほー。誰？よくぞ聞いてくれました。ご紹介します。この方があの伝説のテイマー、秋山りょうさんです。やめろよ、そんな大げさな。りょうさんは、なんでデジタルワールドに来たんですか。それは、こいつサイバードラモンとの出会いがあったからね。こいつはとにかく獰猛で手がつけられない。とても現実世界で一緒にいられるデジモンじゃなかった。その獰猛なデジモンとちゃんとパートナーシップで結ばれてるんですね。すごいな。誰か来る。サイバードラモン、りょうさんだ。りょうさん、久しぶりです。君たち、こんなところに来てたんだ。また会えて嬉しいです。僕も。やあ、ルキ、久しぶり。みんなと合流できたんだね。うん、あんたも生きてたんだ。相変わらず口が悪いな。あんたのその爽やかさも相変わらずで、いい加減にしてって感じ。じゃあ、そこにいるのは俺のパートナーデジモン、サイバードラモン。近くで見られるの。何、怒ってる。心配ないよ。サイバードラモンは自分の宿敵を探しているんだ。ここにはいないだろう。お前、俺の敵か。やめろと言っているんだ。いい、これはお前の探している敵じゃない。わかるか。エースクロワなんだあのカードは。ハードスラッチキングデバイス。シューちゃん、何やってるの。テリアモンの真似。そんなことしてないで、起きなさい。起こして。自分で起きなさい。だって私今テリアモンだもん。お母さん起こして。お母さん忙しいの。お外にでも遊びに行ってきたら。あ、はいはい。だっていないんだもん、テリアモンもお兄ちゃんも。兄さん、あれはシューちゃん。待って、
様のことを裏切り者として報告しておく。嘘だろう。酋長がテイマ、しかもデーバの。何これ。任を解かれた。我らが神はその神官の輝きを持つ者を取り戻し、神とこの世界を脅かす者を排除するために塵となっていたデジモンのかけらを再構築し、我らデーバを作りたもうた。ロップモン何言ってんのかわかんない。ロップモンたちはデジモンの神たちに作られたんだよ、酋長。同じ耳、顔も似てる。あ、でも角の数が負けてる。テリアモンとそっ